平成28年9月6日、阿蘇市内の巻のホテルで、平成28年度阿蘇市金婚夫婦表彰式が行われました。この金婚表彰は、昭和34年に当時皇太子であられた天皇皇后両陛下のご成婚を記念して、熊本日日新聞社が始めたものです。まず熊本日日新聞社からの金婚表彰が行われ、池下圭一郎事業局次長が今年阿蘇市で金婚式を迎えた56組の代表大塚国勝さん、ひろこさん夫婦に表彰状と記念品を手渡し、結婚50周年を祝福しました。続いて阿蘇市の金婚表彰が行われ、佐藤義興阿蘇市長が出席した夫婦一組一組に表彰状を手渡しました。受け取った方たちは何度もお辞儀をしてとても喜んでいるようでした。そして佐藤市長が、これからもご夫婦が健康で仲良く尊重し合い、末永くお幸せに過ごされますようにと祝辞を述べ、結婚50周年を称えました。今年金婚式を迎えたのは昭和41年に結婚した方々で、阿蘇市では56組で、この日の金婚表彰式には41組の夫婦が出席、晴れの表彰を受けました。最後に受賞者を代表して宮崎明光さん、光子さん夫婦が、私たちを支えてくださった家族や社会に心から感謝しています、これからの人生もこの気持ちを忘れることなく共に仲睦まじく過ごしていきたいと思っていますと謝辞を述べ、穏やかな笑顔あふれる金婚表彰式となりました。50年も経ったかなと思う。何事もなく50年経ったのでよかったと思います。そうね、今年の6月30日までね、勤め取って定年して、それからはもう今のところゆっくりちょっと旅行でもしたいなって思ってるけど、今までどこでもあんまり行ってないからね、勤めの具合でゆっくりちょっとどっか行きたいな。それがそう、孫がね福岡におるけど、孫のところに孫の遊びに行きたいなと。